台北市の国立台北大学親善チームが今年11回目となる操縦国建設のアテンドスタッフを務めます女性スタッフの衣装はこれまでとは異なり今年はワンピーススタイルのデザインを採用色は柔らかなローズピンクをメインとし親切感を表したいとしています今年は12名の学生がチームに選出 メンバーが長時間の接待業務においても最も素晴らしい立ち居振る舞いやパフォーマンスを保つことができるように15週、90時間もの専門の訓練を行ってきました今披露しているのは台北大学親善チームの特別なカマキリ歩行です腹部や太ももの力を使って腰を落とし筋力を鍛えますフニハー メンバーは台湾歌語、台湾語、発歌語が話せるだけでなく、今年は英語、日本語の接待訓練も加わりました中にはフランス語に長けたメンバーもいますこ年、台北大学親善チームの団長を務めるヨ・ジューセンさんはその場でフルートの演奏も披露できるとても多彩なメンバーです。また、他ののチーームのメンバーも美男美男女揃い 例えば、応用外国語学部の東ウ・ウュさんは、韓国のガールズグループのメンバーのようです。友人から韓国のガールズグループ、イッチのチェリョンさんに似ていると言われたことがある。少し細い目やおも長な,なところが似ていると言われるところかなと思っている。とても嬉しく、光栄なことでもあり、ちょっと申し訳なくも思う。なぜなら、チェリョンさんはとても優秀で、努力家で、プロフェッショナルなアイドルだからだ。 私は彼女から努力とプロフェッショナルな精神を学んで来賓の皆様におもてなしをしたいと思っている台北大学は親善チームのメンバーは皆経験豊富な先輩たちと組み新旧の伝承スタイルを続け経験を積み素晴らしい点は保ち続け操縦国慶節祝賀大会で全ての来賓の皆様へ素晴らしいおもてなしをしたいとしています中華民国誕生日おめでとう